カール・ハインツ・シュトックハウゼン宇宙の脈動はドイツの作曲家カール・ハインツ・シュトックハウゼンが作曲した電子音楽である。演奏時間は32分。作品はしばし音のジェットコースター、コペルニクス的亡命、トルネードウォッチとも呼ばれる。宇宙の脈動は作曲者の死によって未完となった連作音楽クラングの第13時間目の作品で、 アンジェリカの芸術監督であるマッシモ・シモニーニが電子音楽、フェスティバル、ディソナンツへと共同で移植したものである。シュトックハウゼンは2006年12月にこの作品の制作を開始し、2007年5月7日、ローマのオーディトリアム・パルコでラムジカで世界初演された。クラングの中で宇宙の脈動は一つの天気となる作品で、クラングの後半の始まりであり、 13時間目以降の音楽はすべて宇宙の脈動の部分的なミックスダウンをテープ伴奏に採用した電子音響である。この曲の録音はシュトックハウゼンフェアラーク社から CD91 として発売されている。この CD では孤立した24のレイヤーすべての始まりの瞬間が別のトラックに収録されている。宇宙の脈動の構成には 24という数字が中心になっている。音楽は24の音の層からなり、24の異なる音域に24のメロディックループが配置され、24種からなるテンポによって音楽が展開される。シトックハウゼンはこの曲のテンポを8つのトーンパルスを単位として定義している。この作品のソースとなる音色はシンセサイザーである。レイヤーの構成と同期は、 アントニオ・ペレス・アベランが担当した。ループは低音域から高音域に向かって重ねられており、低音域のループが消えて、高音域のループに移るというように時間をずらし、低音域から高音域へと大まかに進行していく。シュトックハウゼンは基本的な図形楽譜を用いて、ピッチやテンポの変化によって、各ループが基本型からどのように変化するかを示した。 シュトックハウゼンはこれらの変化をグリスサンディと呼び、元のループから継続的に逸脱するためにフェーダーを使ってスムーズに実行することを要求した。カティンカパスベールはシュトックハウゼンの楽譜をもとにこれらのオーナメントを実現した。これによりテンポは12倍にもなり、ピッチの変化は3音程度の狭さから10分の1の広さまで拡大された。宇宙の脈動は 観客を四角く囲む8チャンネルのサウンドシステムのために設計されており、両サイドに2チャンネル、すべてのチャンネルにサブウーファーが搭載されている。シュトックハウゼンはこのようなシステムの中を音が移動するために241の軌跡を選んだ。したがって、それぞれのループはシステム内を移動するための特定の経路を持っている。 24個の月や24個の惑星の軌道を作曲するように24の音の層を重ね合わせることを初めて試してみました。すべての音を聞くことができるかどうかはまだわかりません。マイナス8チャンネルの演奏をどれくらいの頻度で体験できるかによります。いずれにしてもこの実験は非常に興味深いものです。シュトックハウゼンはドイツ初演の際の講演で この作品について、まだ決心がついていないと述べ、この作品が、音楽ではなく、ただの音とみなされる可能性があることを認め、自然現象として受け止め、作曲のことは考えない方がいいと語っている。九百七十一年九月一日に、エクスペリメンタルストゥオでアハインリィッシュトローベル、シティフトンで SWF として設立された、フライブルクの南西ドイツ放送のヨアヒムハースと、 グレゴリオ・カールマンは、シュトックハウゼンが主導で空間化を実現するための特別な機材であるオークテグを制作した。彼らは2007年3月にオークテグをキュルテンに持ち込み作品の空間化を行った。他の会社もシュトックハウゼンのために同じようなことをしていた。例えば、WDR のスタジオ技術者は1958から59年にコンタクの制作のために 手動で駆動するローテーションテーブルを作り、1970年代初頭にはシリウスのために改良された電気駆動のモデルを作っている。また、大阪万博の球体パビリオンのためのスイッチャーコントローラー、レギュレーターディストリビューター2台の回転機は、1968年10月にチューリッヒのファーマエレクトロニック社のレオナルド氏がシュトックハウゼンの設計で制作したものである。 オークテグは8つの可変振幅、パンニングモジュールを使用する MAX、MSP パッチに依存している。これらのモジュールはテンポコントロールが可能な個々の C 検査によって駆動される。シュトックハウゼンのマップで指定された回転データを含む実行級が8つの C 検査を制御するメッセージを管理し、モーターフェーダーで各 C 検査のテンポをリアルタイムに調整することができる。 これらのリアルタイム調整のパフォーマンスは周波数変調されたオーディオレートのノコギリ波としてエンコードされた。この信号はプロツールズのオーディオトラックとして記録され、このオーディオトラックは完成したオーディオファイルを実現するためのコントローラとして使用される。世界初演の後、シュトックハウゼンは1時間半にわたってサイン会を行った。 MIT のコンピューターミュージックジャーナルに掲載されたコースコンサートのレビューではニックコリンズが音源の音色をかなり安っぽいエレクトリックピアノの音と呼び最近の電子音響音楽を聴いたことのある聴衆は音源の最初の音色が悪いことに少し動揺していたと報告している。しかしコリンズはレイヤーが増えてテンポが上がるとすぐに粒状の嵐になってしまうと観察し 中間部で、オーバーロードが長すぎるという聴衆の意見にも、かかわらず、シュトックハウゼン氏は物議を醸すような成功を収め、電子音楽を再活性化させる作品を作ったと、慎重に主張することができるかもしれないと結論付けた。コリンズ氏は、演奏中に、暗闇の中で走り書きした、即帰用のメモを公開した。暴力的な空間のけい連続的な再起、 コペルニクス的亡命、文字通りのクラッシュ、感覚を超えて、どんどん押し寄せてくる、シュトックハウゼンが作曲している時の頭の中に、いるような感覚、テンポ戦争で激怒したキーボーディストの戦い、グラニュラーの方向、ベースペダルとカタカタ音、ゴロゴロとしたグラニュラーの加速、情報の境界を押し広げる。テープは容赦なく、真っれ。トーンパルスの迷宮。 モルガイ工場での多重衝突、貧弱な新世室でも、この制御されたカオスを台無しにすることはできない。より広い範囲でのダイナミクスとレイヤリング、惑星の動機への構築、キーボードショップ戦争での怒涛のレイヤリング、怒涛のプリセット、オーディオコンベンションでの戦い。BBC プロムスでの英国初演について、ニック・エン・バリーは、アルバート・ホールは、 眠りから覚めた強靭な獣のように聞こえたと述べている。リチャード・モリソンはタイムズ詞でこの作品を魅惑的なまでに複雑で時には圧迫感のあるゴツゴツとしたエレクトロニカが30分にもわたって扇風の中の何十億もの電子のようにホールをピンポンと駆け巡ったと書いているが、モリソンはシュトックハウゼンの時代が何十年も前に訪れて 去っていったことを感じずにはいられなかったと結論づけている。サンデータイムズ氏ではポールドライバーがクラングを特徴的な前兆とし、1日24時間の構成を予想外に明白と評した。彼は宇宙の脈動を称賛し、もし宇宙の背景にある轟音のようなものを想像しようとするならば、それはきっとこのようなものであろう。ジョン・アリソンは 宇宙の脈動についてスリギングだった。ゴロゴロと砕けるような音がアルバートホールに跳ね返ってきて、まるでシュトックハウゼンが最も深い宇宙にマイクを落としたかのようだったと書いている。ジョージホールはこのコンサートで最も心を揺さぶられたのは純粋に原始的な宇宙の脈動だった。30分間にわたって巨大な音と微細な音が連続し、 まるで銀河景観の無限の戦いのようにホールを駆け巡った。シュトックハウゼンの膨大な作品は不規則だが最高のものがここにあるのは確かだと述べている。アイバン・ヒューエットはこの作品を30分にわたる広大な音のハリケーンと表し魅力的な瞬間があったにもかかわらず地上の耳には圧迫感があり変化に乏しい印象を受けたと述べている。アンドリュー・クレーメンツは 宇宙の脈動は、私的な美しさと全くの恐ろしさを合わせ持つ、いかなる基準においても、非常にパワフルな作品であると称賛している。ありがとうございます。